鳥居、古海国神社は、福島県藍津若松市古海町にある神社。式内社で、旧社格は、剣社。別称として、古海宮とも。神門は、藍津三津葵。養蚕に関する神社として知られる。祭神は、次の御柱。社殿では、公認2年の創建という。演技式神明帳では、 このカ古洋国神社以外に社名をカ古洋国とする感謝はなく、この社名は当社が唯一のものになる。社名に見えるようにカ古洋国神社の創建には洋産業が関係すると考えられているが、合図で洋産が盛んだったことにより、祀られたというよりは合図で洋産を盛んにしようとする中央政府の政策のために祀られるようになったと見る。 説が挙げられている。その背景として、日本語記延暦15年11月8日上に見える、伊勢、三河、相模、大見丹波、田島等の国の婦女二人ずつを、道の区国に使わして2年間養蚕技術を教えさせたという記事の存在が指摘される。延長5年成立の、演技式新名帳では、道の区国会津郡に、開古用国神社と記載され、 式内社に列している。合図軍の式内社は、開古洋国神社と、伊佐住神社のみであった。この、開古洋国神社について国史に記載は見えないが、社殿では、上和年間に、道の区、出羽国安全県検陳述府将軍の藤原藤丸の、相乗により感謝に列したというほか、観光7年には、 県令の石部少将道修羅によって社殿が創設されたという。その後、陛下により社殿を消失し衰退するが、合津藩所大藩主の星名正幸によって復興され、社殿造営と車両20国の安堵を得た。さらに、官方3年には深海が小1くらいに進み、文化4年には火災によって社殿を消失したが、 文政2年に八大藩主の松平かたたかによって再建されたという。明治維新後、明治9年11月に近代社格制度において県社に列した。本殿は御子造り。他の社殿として平殿、拝殿、新選所神楽殿等がある。また拝殿前に立つ桜の古木は樹高14メートル、樹齢1000年以上とされ。 特に、ミネチ桜と称される。社殿では、観光7年の石部少々堂修羅による、社殿創設の際に植えられた桜になるという。この桜は、藍津若松市指定天然記念物に指定されている。境内社所在地交通アクセス。ありがとうございます。